青木竜二さん <laughs> いやー あのねちょっと待ってねあの誤解がないように説明するから、えー、どうしてあの何もメイクしてないのっていうふうに、えー、思う人いるかもしれないけどそうだよねハロウィンパーティーだからすいませんそうだよね青木さんが悪いわけじゃないのよそうなんですよ、うん、ちょっとゆっくり説明しますけど大体、はい、<laughs> <laughs> ねみんなこれ参加者は特殊メイクしてそれを楽しみにしてくるんですけど、はい、普通にステージで青木隆二として出てますよね。<laughs> <laughs> そうなんですまあちょっといろいろありましたねありましてそうなんですということでこれ何回目のもうご出場になりますかねハローパティ言ったらもうあれもうなん？結構参加されていますよ八年八年目ですかそうなんですねはいということでまあね今まさに終わったばっかりのということで そうそういやあのね、一般人の仮装いやそういうことない <laughs> じゃないそういうんじゃないよただの人間なんですよはいそうなんですよこれだけものまねしますけどちゃんと人間だっていうことを <laughs> 分かっててもらわないとということでそうなんです、ちょうどねあの花道というかそのねステージの中央の部分を使ってのパフォーマンス今日もまあ惜しげもなくやってくれてましたね <laughs> ちょっといつもと違う感じではい 初めてしゃべりネタやったみたいな感じでしょ確かに確かにそうなんですよ歌ネタじゃなくそう,そうですよね、まあ、か毎回本当にそういった点では、はい、結構もうこれ楽しみにしてくだ、ね、来てくださる方も多いから変えていかなきゃいけないわけでしょ、はい、そうなんですよだからねちょっとね しんどい。そうなんですよ。これもう本当にニコニコだから言った本音ですよ。ね意外にそうこれ簡単じゃないですよね。このモノマネ番組も年に三三四回あるんですけど、毎回新ネタ持ってこいって結構しんどいんですよ。っていうことですよね。有料簡単だけど。そうなんですよ。有料簡単なんだけど。せっかく、しかもそれ作るのにもむちゃくちゃ時間かかって作ってるんで、一回見ちゃうと現金なもんで。そうなんです。一瞬で終わるんですよ。ね。でもっとないのみたいなそうなんで言ってくるんですよね。そうなんです。いやでもね、実はそうなんですよ。 僕本当にたまたま偶然の出会いがありまして偶然出会いいって言わなですよね先週ちょっと僕違う仕事でオフでニューヨークに行ってなんか暇だなって言ってこのアポロシアターっていうそれこそマイケル・ジャクソンですとか s t b ンですとかそんな方を輩出したアマチュアの時代からもステージに出れてそこで登竜門になっていくみたいなそこを見てたらなんんか次の週ぐらいだったですよ青木竜二さんまさかのご出演してませんでした出てました <laughs> びっくりしましたよ、本当に出てましたね、25日です、僕出てですよね、はい、で僕、それ見て、あれ、リュウジさんって戻ってこれねえんじゃないのって思ってたんですよ、だから、案の定、時間なくて、すっぴんなんですよ、はい、そうなんですよ、で、そこから、実はそのニューヨークで、えー、そのアポロ出て、出てで26、次の日に台湾に飛んで、はい、で今日の朝、台湾から帰ってきたんです、え台風はギたギリギリギリ間に合って飛んで、もう、その、多分次か次ぐらいって、もう止まっちゃってるんですよね、多分 朝一で乗ってくれなかったのここにいなかったのに来れなかったじゃあ危な本当危なかったんですよ。<laughs> いやいや これねあのライブご覧になってない人あんまり分かんないと思いますけど、うん、青木さんがつなぐパート結構長かったですからね。<laughs> これいなかったと思ったらもうゾッとしますよ。<laughs> 結構そうなんですよ。確か、えー、これね意外に皆さんには届いてないかもしれませんけどね。そうなんです。ただのモノマネだけじゃないんですよ。あのしゃまで頼まれてるんですもんね。<laughs> かなりかなりな任務を応接かっての。えー、ですから青木さんあれですね。もしかしたらちょっとこの後時間あったら、はい、なんかメイク間に合えば少しはちょっとハロウィンっぽく。 ね、なんか、してもらえればエンディングね、もちろん、もちろん、やります。ね、やね、もちろすよね。このままっての、はちょっとあまりも寂しいし、いや、あの、僕たちとしては、おきりさんだって、わかるからいいんですけど。逆に浮くんですよね、なんか、お。そうですね。一人だけやってない。すねそうなんですよね。おかしい。みんな死んでるんですけど、むっちゃ生きてるんです。超、超アライブなんですよ、これ。そうなんです。でね、今日は、実は、これ、三日間、生放送してまして。あの、今、後ろ見てもらうと、わかるんですけど。これね。全。 出演者から今サインもらってましてこれを写真を撮ってステッカーにして1000名にプレゼントしようという企画なもんですからすごいぜひ青木隆二さんにも書いていただければこの場でいらないんじゃないですかいやいやいや何をおっしゃってるんですかもうこれ <laughs> <全員 S 2> すごいですよだってこれメンバー。はい だそうなんですよ皆さん遠慮しちゃって結局あの最初まだハイドさんがサイン書く前だったもんですからブレイカーズのサインどこかりますどこにあるんですかこれ右の一番端のえ右の一番上の端のみんな遠慮しちゃってもだからいいんですよ青木さんもドンと書いちゃってこれそうなんですよ書くんですかよろしいですかじゃあ僕今まさにそうなんですよ生で書いてもらおうぜ好きな場所選んでいただいていやもういっちゃいましょうよ 大丈夫ですよ DAIGO さんあそこ行った、はい、も,うもう俺ここの下行きますかそんなんまたみんな本当にみんな遠慮がちにこれこれいいですねありがとうございますいただきました<れ> <laughs> さあこれは嬉しいですよこうやって今全部のね、ええ、サインいただいておりますけど楽しみに待っててくださいね、はい、プレミアム会員限定でございますからねステッカーにしてプレゼントしたいと思いますすごいなあ、はい、さあ今あステージでは始まりましたねあの人たちがあ出たええ これボンバー<う> <laughs> これ今ちょっとネタバレするから言えないけどこれはこれは仮装って言うんでしょうかね <laughs> これ何やってんの <laughs> あこれね僕あこれあれですよ僕あのシカゴ美術館で見ましたねこれボンバ <laughs>、えーいましたいましたえー、何やってんのこれ完全にあれですよねだから美術館にいましたよこれえー、うわーすごいことですねこれ。 これ誰なんすかここれれいやはだからあれですよねまだ今言えませんけどカタカナだと三文字そうですねちょっとヒント言うならまだやめておきましょうかやめておきましょうかこれ絶対あれですよだってもうほら肌でできてないでしょなんか出ちゃって何やめないひどいなこれこれ仮装じゃないでしょもうこれ。 うううわうわうわ <laughs> まあでもねあの、ダルビッシュとか鍛え上げられてるから体、体が張りすぎそうなんですよ。も<う>まあでもこれもね風物詩だったりしますのでさあこの後もしねこちらにまたね戻ってきてくれるようなことがあればお話伺いたいいいたと思いますすごいな、はい、さあ青木瑠さん、はい、ちょっとね今後のその先ほどもそ、ね、ういう話しましたけどポロシアタ乱入なんていうことまでもやっている青木類さん、はい、さん僕たちとしてはね12月12日。 アルバムスターのリリースが決定しております。あ、そうなんですね。これは一体どういう形のコンセプト？これはあのあれです。もうあのオリジナルなんで僕のはい。そうなんですね。自分であれですよねラジオにも来ていないことありますけど、あの作詞作曲自分でやってっていう感じのはい。あのそれが12月に。前にもその話聞いた時ありますけど、もう地声がどれだかわかんない。わかんないですよね。本当わかんないですよね。いろんなのやりすぎてね。いろんな人出てきちゃう。このアルバムもうちょっと気を許すと。すごい出てきちゃったんです。でも出てきちゃいます。もう。 すげえハイドさん出てきてますね。これくと抑えながら。<当> <laughs> なるほど <laughs>。ある意味面白いアルバムですよね。<そう S 2> 出ないように出ないようにしてても出てきちゃう,う,う。出てきちゃうんですね。出てきちゃうここ。こここの人の声な気持ちいいな。 あ今のだってしゃべりもちょっとなんか今、うん、ちょっとなんか入ってきちゃった <laughs> 今絶対出てきた、うん、ちょっとなんか入っちゃうんですよね入っちゃうんですよねすい村さんが入ってきちゃうねすいませんね普通にしゃべってな <はい S 1> <laughs> 本当にこのメイクしてなかったら志村さんだもんね <laughs> びっくりするわこれよかった今日すっぴんでよかったむしろ青 <laughs> さんだと確認するのが大変なぐらいですけど<ー>さあ1月からそうなんです新年ももうびっちりライブツアーが。 あ、そうですね。はい、はい 1>, ね、1月からもやってまやりますので、これ透明班でございますので、はい、今ねニコニコをご覧の皆さんも、はい、青木隆さん l i n も面白いですから、ぜひ皆さん遊びに来てみてください。はい。はい <laughs> 志村さんやっててずっとコメるからさすがコメント拾ってくれたんですね、これ今書いたらやってくれちゃうからやめて今、ちょっとオフだから書かれんとやっちゃうんですよだからあんまり、志村で返事、安く使うな安く使うな。 でも、本当にね、じゃ、ちょっとこの後できれば少し、メイクなどはね、もう一個楽しんでもらって。はい、ラストのコラボも楽しみにしてますで、はい、はい、お願いします、はい。ありがとうございます。小栗隆二さんにお越しいただきました。ありがとうございました。 いいや嬉しいね本当に大サービスでねいろんな方がこうやって参加してくれる今回ねニコナ <laughs> まだはいっつってくれてますから返事して帰ってっちゃいましたこれまあでもこの後楽しみにしててくださいね一体青木龍さんもねどのような仮装になるのか皆さんもねご期待くださいでも忙しい中ね台湾から駆けつけてくれたんだもんねもう嬉しいねすごいよねみんなだからよくこれだと思う本当だから今日のお客さんもそうだけど沖縄から来てくれてる人とかやっぱりそういう人たちは 飛行機飛ばなかったらもうこの幕張メッセにすらね来れない人も多いんでだからもしかするとあれをね今ニコニコ見てて来れなかったのよなんて言って見てる人もいるかもしれない。